ローシー、ジョバン・ニ・ビット・オリオ・ローシーは、イタリアの振付師、演出家、教育者である。浅草オペラの源流となる東京、内彩和一の帝国劇場歌劇部のオペラを指導し、わずか6年の題材であるものの、日本のダンス界、オペラ界に深い影響を与えた。日本では性のみのローシーとして知られる。アルファベット表記は資料により、ロシ、ロッシの両論がある。 現代のイタリア語の日本語表記の通例では、前者は、老子、後者は、ロッシであるが、ヘボンの例に習い従来日本で親しまれた、ローシーで表記した。1867年10月18日、イタリアのローマあるいはミラノに生まれたとされる。ミラノのスカラザ付属バレエ学校を卒業後、スカラザに入団した。イギリスに渡り、1901年以降、 ロンドンのミュージックホール等で、コレオグラファーとして活動した。無限的バレエローシー夫人、高木徳子1912年、帝国劇場に招かれて、来日、同劇場の歌劇部のオペラ指導者に就任、ジャック・オフ・フェンバックの天国と地獄を上演、ジャコモ・プッチーニの蝶々夫人、ボルフガングア・アマデウス・モーツァルトの魔敵の日本初演を指導、演出した。日本語役は、 小林義夫が言った。1915年2月1日、高木徳子がローシーの振り付けによる無限的バレエで国内デビューを果たしている。定劇歌劇部はオーケストラ要員の費用がかさむことなどから、1914年5月21日から洋劇部と解消して通俗的洋劇の上演に方針転換したが、 あまり好評は得られずに1916年5月には解散となった。ローシー指導の定劇歌劇の出身者には、天野菊よ、石井清伊藤道郎、岸田達也、沢森野、清水金太郎、高田正夫、高田聖子などがいる。1916年10月、定劇との契約満了となった、ローシーは、小林芳夫も含めた、 帝国劇場洋劇部出身者を率いて、東京、赤坂に、ローヤル館を創立した。この時、帝劇専務であった、山本久三郎は無謀の巨であるとして、ローシーを極力止めたが聞き入れず、改装などに資材を投じた。ローヤル館では、ジュゼッペベルディの、椿姫等を上演し、他や力蔵など、後に浅草オペラで活躍する人材も集まったが、 工業的には失敗した。1917年11月、原信子は、ローヤル館を去っている。1918年2月には、ローヤル館を解散、ローシー夫妻は、帝劇の山本専務などからの選別を旅費として、アメリカに渡った。没年、死亡土は不詳であるとされてきたが、アメリカに定住した後は、ダンス教師として、活動を続け、 1940年に没した。テキサス大学アーカイブは、彼のバレエ作品、クオバディス関連資料を保存している。資料によると、聖は露シ。クオバディスは1904から5年に制作された。資料の中には、原稿や楽譜に混じって、映画、クオバディスに関する1949年の新聞記事の切り抜きが入っている。テキサス大の調査によると、 彼は、ローマ生まれで1904の8年には、ロンドンのアルハンブラ劇場でバレエを担当、ロサンゼルスでも指導者として活動している。ありがとうございます。